アイベルの間口です。一分間でお答えします。人々が圧倒的、世界を変えるようなそんな技術に出会ったので起業しました。えー、達成感とは別に、えー、一人でできるマイペースでできるからです、えー。美味しいのはもちろんですけどもなん、えー、となく食べると罪悪感があるので。 好きなんですけどもなかなか食べる機会はありませんもともと小さい頃人と会う人と話すというのが非常に不得意でしたそういった性格を変えて例えば人と出会いが多いような新聞記者こういった仕事に就けるといいなと思って目標にしましたなぜなら私たちの技術は本当にこれが実現できる技術だからです 当社が成功することにより人々が本当に幸せになるそのように私たちは思い確信して日々夢に向かって取り組んでいます。